T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。業界の国の人にだいぶ苦しめられたところです。というか道中もかなりきつかったですね。なので今回は残っているイベントをこなしつつ強化に励もうかと。いいね。毒花を咲かせたり、素材を集めたり料理をしたりします。まずはこれ。プルプルの肉片は持ってますけど、一種類でいいのか何個使うのかがわかりません。とりあえず適当に作ってみようかなと思います。大丈夫。まあ何個もあると思うので最悪また集めますよ。これだけ持っていればいいか。まずは一つだけで。ごったに。ああ、これ失敗のやつかな。というか適当な食材で作るとこれになります。じゃあ肉の時みたいに4つとか使ってみる。失敗すると少し痛いけどね。お、狭いぞ。できたー。成功しちゃうんだ。これでさらに料理が楽になりましたね。レシピを見てみればわかるかな。これだ。三つでよかったのか。多い分には構わないのね。その代わり一つは無駄になりますね。その分多くできるとかはなさそうですし。それは残念。となるとステーキに肉四つはよっぽど多かったんだな。他にそんなに必要とする料理はなかったし。こんにちは。そういうことか。あれ、どこの依頼だっけ。こんにちは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 。何人？君か。どこの子魔女ちゃんかまあ忘れちゃう。みんな同じだしね。一括で管理してくれればいいんだけど。まあ贅沢はうまい。さて、クエストついでに少し探索していますが。はっ！こんなところ来たっけ。見たことない気がする。カットしてて分かりにくいと思いますが、ここは初見の場所でした。おお、メイズだ。見逃してたね。だからアンダーワールドのメイズが少なかったんだ。闇商人の住処。なんかいつもと違う感じ。よっ！うお、びっくりした。敵じゃないのね。これだけ。つまり隠れショップってこと。なるほど。おい、わからないぞ。新民語。神の息子を通訳として呼びたい。倒して奪い取る。そんなこともできるのか。さすがにやらないけど。面白そうだけど、まずは普通に取引したいよね。おお、なるほど、基本となる装備を売ってくれるのか。なくしたりしても安心ってことか。バスタード、って確かキルリストの強敵じゃなかったかな。ほんとだ、セイレインもそうだもんね。はっはーん、ここで使い道のなかったアニマが使えるのか。しかも杖なんだね。魔法使いにもなれるのか。ニオバニス？それって神じゃない？例のヒドラとかスキュラみたいなボスですよ。そうか、ここでも使えるのか。じゃあセシリアに渡すか、指輪を作るか、杖を作るかの三択。マジかよ。これは複数手に入る伏線かもしれないな。そうじゃないと三周もしなければならなくなるし。全部を手に入れるにはね。ああ、フィオジリア。心技熟練度上昇アップだって。めっちゃいい指輪なんですけど。やっぱり渡すんじゃなかったかな。とはいえ最初で渡さないなんて選択はまずありえないしな。あそこまで進められたらね。しかしその後の紙のアニマは取ってありますし、この辺の指輪は作ろうと思えば作れますね。またこれも強そうねー。よーし、楽しくなってきましたよー。正直防御20アップとかめっちゃ欲しいし。かなり硬くなりそうね。で、アイテムの方はと。ふむ、見たことないものばかり。祈り石もここで売ってるのね。なんと20万もしますが。
そしてやっと見つけた死人花の種。クエストで植えなければならないのに種が見つからなかったから。ベオールフのアニマなんて売ってるよ。え、神の息子に渡したから。ここで失ったアニマを取り戻せるってことなのかな。でもさすがに神のアニマまでは売ってないね。フィオジリアのアニマが欲しい？じゃあ種をいくつか買っておきましょう。クエストには8個必要ですからそれよりも多く。まあこれくらいあれば十分でしょう。料理のレシピもここで手に入るのね。もっと早く見つけてればなぁ。こんな便利な商人がまさか隠れたメイズにいたとは。それじゃ見てみましょう。へぇ、これは適当に作ってもなかなかたどり着けないな。果実まで入れようとは思えないしね。リンゴが割と貴重なんだけど結構使うんだな。そういえばみかんもあるみたいだしね。そういうことですね。ホホジロザメン。ああ、確か釣りランキングであったかな。わざわざ料理でもあるんだね。魚を指定してくるとは。それにしても美味しそうですね。食材は結構気持ち悪いのに料理は素晴らしい。トマトは果実扱いなのかな。これとか毒花を食べますからね。サラダだからおそらく生だろうね。お、これは肉じゃがだったのか。なるほどね。面白い。あと、マップはこれ以上拡大できないからわかりづらいけど、他に誰かいるんですよね。最初はコマジョちゃんかと思ったけど、そういえばマップには表示されないし。ってびっくりしたー。幽霊の子だったのね。そういうことか。ちょっと。いい？もちろん。今度は誰を倒します？ドラゴンネスト、確かキューリストよね。はい。お願い。どうせやりますし、いいですよ。ありがとう。気をつけて。オッケー。ちょっとだけ見てみるか。え、これは罠なのか移動手段なのか。ちょっと面倒だからこっちは後にして。右はどうだろう。上にも行けそうね。これ落ちたらダメかな。拠点でもこんなに危険とはね。雷。どっちに行っても危険そう。マジかよ。はっ、広いなー。はっ、お、これはそこ。はっはっ、あれは太陽なのでしょうか。赤かったり黄色かったり。障壁か。どこかで解除してくるっぽいね。なるほどね。それで両側に。おお。試しに落ちてみようとしたら下にも宝が。あ、右に出たの。しかもダメージがないんだね。それは助かります。さて、じゃあ他のクエストもやっていきましょう。まずはここ、アンダーワールドの水奥の菜園。ここを花でいっぱいにするやつ。あれ、もう咲いてる。はい、先ほど植えておきました。このままここで咲いてるのも悪くないんだけど、摘み取っちゃいますねー。まあもう来ないだろうしね。さて、懐かしの最初のエリアです。見てこれ。残ってるじゃない。そうなんですよ。てっきり終わったものだと思ってたら、びっくりしました。やっと埋まった。だからずっと空いてたんだな。ようやく納得。助
体験がずっと使えなかったわけだよ。おかしいとは思ってたんですよ。こんにちは。気になるのは隠された石碑ですけど、結構取り逃しているんだろうな。お花のクエストだね。前の終えたから新しいのが出たのか。ちゃんと順番で出てくるんだね。だから一つずつ終わらせないとですね。さあ終わり。あとは柵のを待つだけです。へえ、ここに出るのか。地下にいたワームの下だと思い込んでたのですが、こっちのスノーの方でした。結構アンダーワールドをさまよっていたんだけどな。これも新しいクエストが出たね。続いているんだ。こんなので遊ぶの。なんか変な遊びを覚えそうだけど。アーチャーを弓矢で倒すんだ。弓矢対決ってわけか。面白い。一つの武器を使い続けてもこうやってクエストで他の武器も使わせてくれるね。そこはありがたいです。まあ他の武器を作ってないと苦労するだろうけど。だから体験も弓も一つは強い武器を作っておくべきでしょうね。そうだね。こういう時のために。こいつかな。黒い弓兵だね。こっちじゃダメだろうな。やはり近接には弱い。遠くから狙うのが弓の強さだからね。あくまで弓対決です。そうそうこいつ。弓の通常攻撃じゃ弱いな。審議だね。なんかぐにゃーっとしてる。あれが混乱。多分。いくよ。混乱してるのかな。わかりにくかったけど。そもそも混乱するとどうなるのかな。投資打ち。敵の場合は多分そうでしょうね。お。本当だ。敵が敵を攻撃してたよ。ちょっとわかりにくいけど戦ってますよね。素晴らしい。仲間が増やせると。ほら見て。あまり攻撃してくれないけど。弓矢だからかな。これはわかりやすいかな。いいねー。ただ他に敵がいなくなると、ついにこちらに攻撃してきますのでご注意。それは仕方ないね。ジャイアントですら混乱しますからね。必ず状態異常を付与するこの神技が強すぎます。即死とか混乱が強すぎるね。他にも麻痺や猛毒なんかも面白いかも。ああ、右に敵がいるけど殺敵範囲外か。え？なんか達成したぞ。あ、これ20連コンボのやつだ。へえ。そうか、今まで結構神技の組み合わせとか悩んでたんだけど、それでも20連って難しくて半ば諦めてたんです。弓なら簡単だったんだな。ちょうど気絶したからコンボも繋がってたんだろうね。よかった、一緒に達成できて。また新しいやつ。状態異常を実戒だって。おいおい、今散々やってきたところですよ。状態異常マスターの私にそれを挑むのかい？弓のおかげだけど。今までは消してましたけど、こういう時に右のクエストを表示させておくと便利。あと1回か。オッケー。必
ず付与する審議じゃなくてもちゃんと付与できますからね。普段の確率も低いわけじゃないもんね。はい、即死の時でわかる通り結構入ります。ということでこれもクリア。あとはこれだ。そろそろ咲いたかな。あれ、達成って出ないけど。敵がいるから。ステージが出てるってことはまだなんじゃない？結構経ったのに。ここからまた移動して待つのは大変だからここで待とうかな。まああとちょっとだしね。こんな雪の中でも元気に咲いてすごいな。寒さに強いとしてもこれはすごいよね。あ、ちょうど達成した。こんなナイスタイミングだったとは。さあこれで全部終わったかな。よっしゃー、こんにちは。と思ったらまだいっぱいありました。そうか、別の子魔女ちゃんからの依頼だからね。はい、確認したい場合はメニューから見れば確実です。ここには全部表示されてますからね。っていうかこんなにあったの？そうなんですよ、こんなに残ってます。ただ基本的にはもう業界の国のクエストなのでもう少し進んでからになるかな。え、重くない？そうなんです、剣と弓を持ち、さらに大盾を持ったらついに重量をオーバーしてました。本来この軽さですからね。さすがに戦いにくくなるよね。現実的ではありません。だけどそろそろ弓との両手持ちもいいなと思っているので。じゃあ装備重量のキャパを上げればいいだろうと。その手段はというと基本的にはレベルアップです。今は頑張っても2個しか上がらないけど。これだけアニマを持ってても2個か。何をあげればいいのかというと、なんと体力ですね。ほんとだ。今までなんとなく体力ばかり優先的に上げてきましたけど正解だった。そうしなければこんなにいい武器とか装備できなかったかもね。そうなんですよ。下手に筋力とかに全振りしなくてよかった。で、次はソードマスタリーを覚える予定だったのですが、ここは仕方ありません。体力を上げて装備重量を上げておきましょう。ここが上がり幅がでかいので、これでよしと。30まで上がったね。これで全部装備してても軽くなりました。いいねー。これ体力に振ってこなければ相当苦労しただろうな。さあ、久々に気持ち悪いオートです。なんとびっくりここの破片も取り逃してましたよ。こんなわかりやすいところにあったのに。敵がいっぱいいたからかな。いっぱいいていっぱいいっぱいでした。わけわかんないから。そしてここの台座はメイズ内にあります。ガントレット。石碑以外のは全部これで覚えたかな。50% カット。え、だって鬼人の大盾は 100% ですよ。ほら、もっと前にこれは取ってるはずのものだから。そういうことか、もっと後の大盾を先に取っちゃったんだ。だからこんなことに。性能が微妙に感じちゃうじゃない？こっちには 75% もあるし。もはや今更いらないという。作ることは基本的になさそうね。血滴る心臓はいっぱい持ってますが、レシピはなく、そしてそのまま食うんじゃ品がないというので、多分心臓と何か、なんですよね。油滴る肉かい、これとか、あとこの気持ち悪い臓腑とか。とりあえず全部入れちゃえ。おぞましい料理ができそう。多分そういうのがお好きなのでしょう。他は、いいかな。下手に虫とか入れない方が良さそう。そ
そうだね。じゃあ増幅マシマシ料理をご堪能あれ。できたよ。本当にできちゃうし。増物に、うまい名前だな。見た目は美味しそうだから困る。くう、肉塊はいらなかったか。一番少なかったのに無駄にしちゃったね。まあこんなこともありましょう。ここじゃなかった。こんにちは。こんにちは。こんにちは。またコマジョちゃんツアー。最新の場所でした。そして新しいのが出てますが、ウェンプスは確か神の息子にも頼まれてます。だけど無傷で倒せって。しかも即死はなしでか。魔剣シュバインは使えないかもな。これはまた難しそうな依頼だね。ただまだ見たことない敵ですので、これはこのエリアを進んでからになるかな。というわけで、残ったクエストは多分この先での話でしょう。そうだね。今回は基本的に作業会になってしまいましたが、その分少しは強くなったんじゃないかなと思います。次回はいよいよもっと進んでいきましょうか。ぜひお楽しみに。ノクターン。また見てもらえたら嬉しいな、ノクターン。